プエルトリャノは、スペインカスティーリャラマンチャ州、シウダーレアル県のムニシピオ。プエルトジャーノと表記されることもある。地中海性気候である。冬は寒いが降雪は、あまりない。年間平均気温は、摂氏13度から摂氏14度である。真夏は、乾燥が激しく、摂氏40度に達することがある。秋と春に降雨が集中し、 年間工雨量は3 0 0、mm、ミリメートルから6 0 0、mm、ミリメートルである。かつては家畜の飼育が主産業であったが、現在は織物産業、炭鉱業、オイルシェール採掘が盛んであり、カスティーリャラマンチャ州有数の工業都市となっている。ホモ・ハイデル・ベルゲンシス、ホモ・アンテセッサーの存在が市内に残る壁画から推測されている。彼らは主として オハイレン川沿いに定住していた。後に、ローマ人たちもオハイレン川沿いに定住したことが分かっている。西五王国時代にはネクロポリスが作られた。イスラム教徒侵入後、この地は、キリスト教国との境界線となり、軍事監視を兼ねたカスティーリョ、辺境で農業を営みながら兵士たちが暮らしたが、多く作られていた。 このために人口が非常に希薄であったが、1212 12年のナバスデトロサの戦いで、キリスト教国軍が勝利すると、再度植民が進められた。この頃にプエルトジャーノの基盤が作られたとみられる。13世紀の再植民を行ったのは、カスティーリ王国のカラトラバ騎士団であった。1245年のコンコルディアにおいて、プエルトジャーノの名が初めて記されている。 シエラモレーナ山脈とカンポでカラトラーバの間にあるプエルトジャーノは豊富な天然の牧草地に恵まれていた。主に羊の飼育のため土地が開拓された。その後家畜の飼育でプエルトジャーノは繁栄するが14世紀にヨーロッパを襲った国死病の大流行に巻き込まれわずか13家族を除いて住民が死亡した。言い伝えによると生存者たちは 聖母、マリアの加護に感謝して、十三頭の牛を捧げることを約束した。これが現在行われている祝祭の元となっている。フェリッペ二世時代に、プエルトジャーノワビリアに昇格した。16世紀に織物産業が導入され、家畜飼育と並ぶ町の主産業へ成長した。1873年、町に丹田が発見されると、劇的な人口流入が起きた。 マドリード・バダホス間に敷かれた鉄道がプエルトジャーノにも停車した。1900年から1960年までの間、プエルトジャーノは最初は炭鉱が、ついで石油化学工業が経済成長を促進させた。1925年にはアルフォンソ13世から都市の地位を与えられた。1942年に作られた石油化学工業施設は、 現在レプソルユーフの所有となっている。しかし1960年代に閉山が始まると、1970年に鉄道が廃止されてしまった。1992年にマドリードセビーリャ間のアベニュー路線が開通。現在は太陽光発電施設が2カ所建設されるなど、新たな環境関連事業が導入されている。ありがとうございます。